株式会社ブランジスタ代表の岩本でございます2015年9月17日にですね我々ブランジスタは東証マザーズに新規上場させていただいておりますこれからもですね皆様のご期待を超えられるようなそういった成長をし続けたいとそのように思っております本日はよろしくお願い申し上げます それでは早速ではございますが業績のご報告からいたしますご覧のようにです、ね、6期連続増収増益を達成し成長フェーズに突入しております決算業績と今期予想ということでございます今期はです、ね、売上高28億円営業利益、経常利益ともに5億円 当期純利益に関しては3億円を予定しておりますここからは当社主力需要でございます電子雑誌についてご説明を差し上げたいとそのように思います当社ブランジスタは電子雑誌ナンバーワン宣言をいたしております国内唯一の電子雑誌出版社としてのです、ね、ポジションをしっかりと確立しております 次に電子雑誌ができることということでございますが一言で申し上げますとめくって押すだけで全てができるということでございます読む動画で見る広告検索そして気に入ればそのまま予約購入までできるとそれが全てめくって押すだけでできるということでございますこれが電子雑誌でございますちなみに動画に関しましてはですねこれから半分ぐらいの雑誌が めくりながら動画を見るようなそんな時代が来るだろうとそのように我々は思っております次に我々の電子雑誌の最大の特徴の一つでございますがこれまでインターネットの世界には登場しなかったようなですねドラマ映画の主役級の女優俳優が表紙を飾っておりますすでに100名以上のご出演を頂い,いている状況でございまして これはですね他のインターネット会社では実現ができなかったということでございます非常に雑誌を華やかにしていただいております続きましてラインナップに関しましてはすでに11タイトル発行をしております旅ファッション政治経済に至るまでさまざまな雑誌をやっておりますが読者はすべて無料と無料で読めると いいうところに特徴がございますそして毎月200万人の方々がご覧になっているとそういうことでございますその200万人をさらに増やしていくとそういった施策を打っておりまして読者数の増加施策ということで先日「旅色プラス」というキレーションサイトをスタートさせております現在の月間の読者数200万人を来年の9月の末までにですね 3倍の600万人まで増やしていこうとそのような施策でございます現在その目標に向かいまして動いております次にスマホからの読者率ということでございますがご覧のように私どもの雑誌を見ている方々の60%以上の方がですね読者がスマホからご覧になっているとこのようなデータでございます ビラに関しましてはまさにスマホだけで見れるように作った雑誌であります。「源頭社の神社」そのまま物が購入ができる楽天ブランジス下で制作をしておりますけども月間でですね億単位の服が売れてるということで、えー、他の紙の雑誌ではありえないとそういった実績も出ております。 私どもの収益スキームに関してご説明をいたします3つございます1つ目のスキームは自社完結型でございますこれは制作発行我々の方で本を作りますそしてその雑誌のジャンルに関わる企業様ここに対して我々の営業部隊が営業活動も行っていくということでございますこれの主な収益は掲載量が入ってくるということでございます 次にスキーム2、スキーム3、これに関しましてはです、ね、でさまざまな企業様から、このような電子雑誌をですね、えー、ホームページであったりとか、ポータルサイトで活用したいというようなご依頼をいただきます、でスキーム2に関しましては、制作・発行納・納品と納品で、えー、おしまいでございます、ここで利益が確定するということでございます、主な収益は制作費が入ってくるということです。 そしてスキーム3に関しましては広告営業タイアップ型でございますので納品まではスキーム2と全く同様ですただそれに関わる営業活動ですねこれに関してもその企業に代わって我々が代行して行っていくとこのようなスキームでございますですのでこの場合は制作費とそしてプラス掲載量も入ってくるというハイブリッド型を展開しておりますこれが我々の収益スキームの3つでございます えー、電子雑誌の掲載件数でございますがまずですね、えー、電子雑誌の良さっていうのはあ紙の雑誌とは全く違いましてページ数に限界がないということでございますですので、えー、これは前期末の数字でございますが4537件の広告が入っておりますなので読者が無料で読んでいただけるということなんですねこの広告クライアントさんがいるからということでございます、えー、普通広告っていうのは一括でもらうんですけども われわれは年間契約でそして毎月2万円から6万円弱という金額をいただいていますさらにですね年に4回春夏秋冬で写真とか記事をすべて変更するんですねそしてその結果として2年目3年目4年目という形で継続契約の継続をいただくんですけどもその継続率が現在70%ということでございます えー、そのお継続した件数にプラスアルファ新規の契約が乗ってまいります、えー、まさにストック型ビジネスが実現できているとそのように思っていますこれが我々の最大の特徴とも言えます、えー、幅広いジャンル展開ということでございますがまだまだあ本のジャンルは増やせるとそのように思っています、えー、空いてるところがこれだけございますしこれだけだけでもないとそのように思っています ただあの本を増やせばいいというわけでは当然なくてですね、えー、先ほど申し上げましたようにページ数に限界がありませんので1雑誌を大成功させていくということが一番でございます2番目はあ雑誌を増やしてですねその世界を網羅していくということです我々は本屋さんが必要ありませんしがらみもゼロでございますしたがいましてインバウンドマガジン、えー、みたいなものもですね展開が可能だとそのように思っております 電子雑誌の成長戦略でございますが先ほど申し上げました通り1雑誌あたりの大成功というのは当然としてですねここに書いております3つの成長ドライバーこれをもってですねさらに雑誌点数を20誌から30種と増やしてまいります次にブランディスタ成長戦略でございますここでは3つのサービスをしっかり強化していこうと いいうことでございまして電子メディアである電子雑誌それとソリューションサービスですねそしてゲームとこの3つの事業に徹底的に注力してまいりたいとそのように思っておりますインターネット市場の成長ということでございますがインターネット広告費は1兆円を超えておりまして今後も110%台の成長が見込めるとさらには EC 市場も年々増加をしていると ということでごわれわれの事業においては非常に追い風であるとそのように感じております、えー、インバウンド需要に向けてということでございますがあ訪日外国人がですね、えー、10月末現在,現在ですで、えー、に過去最多の1600万人を突破しているということでございます我々はそのインバウンド需要に向けてですね、えー、旅行士である旅色この海外版を検討しております 特にアジア圏から政策を行いたいというふうに考えておりまして台湾あるいは香港などのそういった方々の国の方々がです、ね、読めるように言語を変えたインバウンドマガジンを作っていきたいとそのように思っております、はい、あとはブランディスタゲームの設立ということでございますが2015年10月27日に当社の子会社としてブランディスタゲームを設立いたしております AKB48 をはじめ数々のヒットを手がけられました秋元康さんに総合プロデューサーとして就任していただきます新ゲーム名は神の手でございますこの新ゲームが対象とする市場でございますが3兆円とも言われるオタク市場そしてスマホゲーム市場プロモーションメディア広告市場とこの真ん中にですね 新しいマーケットの大きい可能性があると我々は思っております来年2016年ゲームをリリースしていきたいというふうに思っておりましてこれまでにない斬新なスマホゲームを展開してまいりたいとそのように思っておりますなおゲームに関するお問い合わせ25問をですね Q&A 方式でお答えしておりまして 皆様のお手元にですねその内容を記載した資料をお配りしておりますあと当社ホームページにもですね本日同様の内容を開示いたしますぜひご覧いただければと思います、えー、継続的な成長、えー、爆発的な成長を今後も徹底的にですね追求し え我々の冒頭申し上げました皆様のご期待をですね超えるようなそういった結果を残し続けていきたいとそのように思っております今後ともよろしくお願いいたします本日はありがとうございました